増加傾向にある交通死亡事故を減らそうという取り組みです。岡山市の警備会社や警察などが手掛けた交通安全を呼びかけるユニークなタクシーが完成しお披露目されました。車のボンネット部分に貼られたユーモアあふれる写真で交通安全を呼びかけるラッピングタクシーです。岡山南警察署と警備会社 KIG などが連携し企画しました。 KIG では2019年から各所に看板を設置するなどドライバーらに交通マナーの遵守を呼びかけてきました。交通安全について考える時間が作ってもらえたらなっていうところと、あと面白いなとか、何かしらこう、ハテナであったりとか、びっくりマークとか、どっちかの感情を持っていただけたらありがたいかなと思います、はい、県内では昨日までで50人が交通事故で亡くなっていて、前の年の同じ時期と比べると20人増えています。市内を走るタクシーを見てもらうことで交通安全について考えるきっかけになればというのが狙いです。ラッピングタクシーにはそれぞれ問題と答えという形で書いております。こういったものがあればですね、ご自分だけじゃなくご家庭でもそういった話ができると思いますので、そういったものに活用していただきたいなと。ラッピングタクシーは来年の9月末まで岡山市内を中心に13台が運行されるということです。